のスピーチは野菜草弟です。はい、ということで今日はですね、ヒカルにはですねまだ何も伝えてませんのよ。何も聞いてない。伝えてないということで、僕たちは遡ること3年半、はい、何で誕生したカップルでしょうか。ヒカルに聞いてるぞ。あ、そうですそうですびっくりしたわ今。ヒカルに聞いてた。そうです。なんで今日何も聞いてなさすぎて、もうほんと何も聞いてないんです。何の話って何も分かってない。はい、そうです。何も伝えてないわけなんですけど、何で誕生した。僕たちはもう原点というか、今日好き。そうです。恋愛リアリティショーで誕生したカップルなんですよ。はい、そうです。なんで今日はですね、当時の俺らと今ってやっぱめちゃめちゃ変わってるわけですよ。人間性的にめちゃめちゃダメになってるわけですよダメになってんの。そうです。高校生ならではのあの初々しさというか、当時の高校生の俺ら、なんなら恋愛リアリティショーに出てた俺らを今日は再現していきたいと思います。どういうこと。はい、あの全然分からん。あのね、結構ね今でも来るんですよ。まあ僕たち猛好きっていう違うコーナーでまあ付き合ったわけなんですけど、お互いまあ今日好きは別の段で出てて、その後今日好きの出てた人たちの中でもう一回デートするみたいなコーナーがあって、今日好きの中で猛好きっていうのがあって、それで誕生したカップルなんです、はい、そうです。だからね、こうイベントとか、まあ、メディアとかに出る時も結構恋愛リアリティショーできたカップルみたいな紹介はするんですよ ね、 確かにね、され方的に。そう、だから今日はちょっと当時をやっぱ思い出して、独特のあの空気感というか、それをちょっと再現していきたいと思います。だから今でも結構ね見れるらしいんですよ、オタヒカのその猛好きだから。そう、見ましたみたいな感じの結構定期的に来るんで、そうだからそれを当時をちょっとちゃんともう一回ね、あの初々しさをね、あのちょっと作っていきたいなと思います。でまあね、あの今日好きなんですけど、まあ、今もやってるんかな。今日好き今もやってると思う。やってるやろ。その中でまあ皆さんの気になってることも答えていきたいと思います。それでは早速、雲って触れると思ってました小さい時。でも実際にやっぱ上がったら水蒸気っていうか霧みたいなんですよ子どもの夢を壊します。せーの、やってみよう。はい、じゃあということで、はい、前のね質問コーナーにも答えたと思うんですけど、まず一番やっぱねみんながこう気になってるところは、どうやって出たんですかっていう、そのまず今日好き時代にどうやって出たん。あー、なるほどね。 それをね答えていきたいんですけど、はい、あの当時ね今日好きっていうのは、まあ俺らすごい最初の方やったから、まだ今日好きっていうのが世間に広まってない時。いや、ほんとそうやね。でも街中で今今日好きって言ったら分かるもん、大体。その光がなんか出た時はまだ、まあ、オタくんの時はもう流行ってたよ多分。結構乗ってたよね、うん、光が出た時は今日好きって多分100人に聞いても100人とも知らないぐらい。光が出たの3なんだけど、放送的には3回目の回だけど、今日好きがちゃんと始まりますっていうレギュラー回の初回だった。だからまだ今日好き出たからフォロワー増えるとこ一切なかったし、撮影に行くメンバー、その3段のメンバーも、今日好きって何みたいな、今から聞かれるの何すんのみたいな感じで言ってた、うん、じゃあもう3段がやっぱ好評だったから続いてるっていうのもあるんじゃん。それはあります。だからもう感謝しないとっていうことですよね。ヒカルの回から一気にフォロワー増えたりとか、今ほどではないよ。でもやっぱり最初だから、言うてでも3万4万人ぐらいは増えたけど、ピークの時はさ、うん、もう20万人ぐらい増えとる。だから最初らへんだから、多分今の子たちは、うん、え、カルちゃんって今日好き出てたのって言われるレベル。ああね、もう昔の人なんですよ当時ね。やっぱ俺ら別なんですけど事務所に入ってて、多分ね当時の今日好きは多分みんな事務所入ってたんですよね。入ってますね。ほぼ事務所入ってる子がキャスティングされて出るみたいな。そう、なんか彼は ABEX っていう事務所にいて、オタ君は A ライツっていう事務所にいて、うん、その当時出てた子も結構有名な事務所に入ってる子たちばっかりで、ちゃんとオーディションもありました。まあそんな今ほど倍率高いというか、ほぼだから確定みたいな感じで、うん、顔合わせみたいながあって、オーディションっていうか、うん、でまあその後普通に行くみたいな感じだったんですけど、うん、多分今の今日好きって、そのヒカラが出た時の子たちの紹介とか、同じ事務所の子とか、そういうのが多分多いんですよ。多分ぶっちゃけ今は結構なんだろうな、一般人でも出れちゃう。あ、そうやな、一般の子は結構出てる。そう、まあ、結構ね、まあ、言うていいか分かんないんですけど、今日好きのスタッフさんとね俺ら仲良くさせてもらってて、人が足りてないみたいな、ご飯行った時に人が足りてないみたいな感じなんで、うん、だからこうヒカルの紹介した子とか出たりしてるんですよ。何人か紹介しました。そうだからそういう感じなんで、逆に今の高校生はもうチャンスなんちゃうと思うけど、確かに活動始めたいとかフォロワー増やしたいんで出てる子がほとんどやと思うから。
やめてそれは恋愛するのがメインやからであとね次はですねやっぱ台本問題ですね。あーね、台本あるのか。あーはい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 、なんですけど、はい、まあありますよね。やった、ないです台本はないんですけど、まあでもやっぱこうやっぱ番組なんで普通に何もなんかそういうのがなかったらやっぱ面白くはなんないわけですよ。あ、まあだからその流れはあるけどこの人を選んでくださいとかは一切なかった。ないな。でもこう背中を押してくれるわけですよ。少し誘ってみたらとか。あーね、そういうのは押してくれます。まあ確かに、いい意味でね。まあそこはもうそういう感じですね。なんか今の京介は知らんけど、ヒカルの出てた時の京介はみんな現場着くまで一言も喋ったらダメだった。なんなら目隠しみたいな感じだった。めっちゃ厳しくて、うん、まあやらせ防止やろうね。途中からそれがなくなったから連絡取っちゃったりとかする子も結構いたらしい。裏で連絡取ったりとか。確かに。まあだからそれはまあ番組のせいではないけど暴走し始めるよね、やっぱ若い。めっちゃ厳しかった、ヒカルの時は。いや確かに最初の方ガチガチやったよ。ガチガチだった。マジでガチガチやったんですよでもまあ多分今緩んでるんちゃう、それが、うん、でもね多分俺らって結構もう多分レジェンド級になってると思うんですよね何がその長さで言うたら。ないってだけやった。やっぱ俺ねツイッター見てますよね普段。ツイッター見てるとねもうすごい確率で流れてくるんですよ。誰々君とお別れしました、ああいい友達でカップルが別れた報告みたいな。あーね、すんごい別れるやんっていうのが思ってて俺普段から。なんでっていう、うん、なんでって。だってあんなにさいっぱいカップル誕生したらそりゃ別れるし。いやでもやっぱ春前はすごいね。あーまあね、春前はすごいと思うわ俺は本当に。しかもあんな若いのにな、3個4つして3個4つして3個とか4つ下なのにな、やっぱあそこまで頑張ってってやっぱね尊敬しますよね。しかもお母さんだからね。いけるか、ヒカルタンは当時16歳で。うわ16は無理かもしんないね。何してたん16歳は。16歳もう本当にあれちゃう、顔にもちょっと落書きあるぐらいなの。ないなそれは。はい、ということでこっからはですね、じゃあ当時の京介を再現してみようコーナー。何を再現するの。じゃあ今からですよ。こちらカメラありますよね。これのカメラがもうアベマのカメラになりますはい、ということで、まあ、一回画面が切り替わると思うんですけど、そっからはもう俺ら高校生になったと思う。切符を買いにてまあちょっとやってみようじゃないかっていうね。まあだから再現というか、まあ、当時の感じをちょっと雰囲気出してみよう。そう、自分のそのやっぱキャラが違うわけ、うん、俺とかヤバかったんで結構4年前だからそれをちょっと一回やってみようじゃないかっていう感じで、まあ京介あるあるもちょっと入れつつやっていきたいと思います、はい。あ、こんにちは。こんにちは。高校1年生の鹿島直孝です。よろしくお願いします。お願いします。なんかこう、まあ高2っていうのもあって、やっぱこうみんなを引っ張っていけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。高校1年生と2年生どっちですか？あ、2の方です。2。あ、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ緊張する。あ、名前は？あ、ヒカルです。ヒカルちゃん、はい、あ、ヒカルちゃん、はい、あ、めっちゃ、あ、ていうか3段見てたかもしれない。あ、本当ですか。え、ヒカルちゃん、え、高校2年生のヒカルです。え、ヒカルちゃん、よろしくお願いします。お願いします。今日はやっぱヒカルちゃんですねなんか結構僕見てたんで3段なんかこう本当にあ本人だっていうのがあって、すごいなんかマジでもう一目惚れっていう可愛かったですね。はい、やっぱ狙っていきたいですね。結構なんか積極的にいってこうなんか、まあとりあえずね一番最初大事だと思うんで、まあ、しっかり攻略しつつ、まあ、締め付けていきたいと思います。あ、まあ第一印象はちょっとまだ分かんないですけど、2人いて、まあ、1人はオタくんなんですけど、最初高校1年生ですって言って入ってきたのに高校2年生だったので緊張してるのかなっていうのと、まあ、身長高くて顔ちっちゃい人が好きなので、まあ、第一印象は良かったかなと思います。お、なんか通称初めてじゃない多分。あー、そう、確かに。なんかさ、なんか昨日のさ、あの2グループ分かれるやつさ、
あの別々やったやん、うん、そこでなんかちょっと俺マジでなんかうわやっちゃったなみたいな、なんであのファミラクジ違ったのっていうすごいなんかモヤモヤがあって、でも気になってるとこ人とかいる誰か、でもまだ決まってきた、若干決まってきた、若干、まあ、俺光ちゃんをもう本当に目標にこう頑張っていってるから、ちょっと頭には入れといてほしいなっていう、そのただ光ちゃんは俺は本当にやっぱ一番と思ってるから、うん、そこだけはちょっと頭の中にカポジって入れてほしい。はい、ありがとう。じゃあちょっと次の子行くね。あ、結構入ってるから次の子のその誘いが。ああ。ごめん。あ。でも光ちゃんは本当やっぱ可愛いと思う。あ、ありがとう。うん、ツーショットしたんですけど。なんか一番気になってるって言ってくれたのは嬉しかったんですけど、なんか最後になんかこの後詰まってるからみたいな、ちょっとなんかモテてますよアピールみたいなしてきたのがちょっと気になったかなっていうのもあります。ぶっちゃけ4人好きです、全員好きかなっていう、うん、なんかねやっぱ女の子っていいですよね、なんかやっぱもう全員なんか結構同じ顔に見えてきたっていう、僕の中でこう4人いっぺんに行きたいなっていうのはあったんですけど、やっぱりこう第一印象で押してきたヒカルちゃんに僕はやっぱ直白したいかなと思います。やっぱりなんかこうすごいキラキラしてたんですよ、俺を見る目が、だからすごい惚れてるんやろうなっていう、あのちょっとね告白していきたいと思います。あ、来てくれてありがとう。あのやっぱりヒカルちゃんがこう話してきて一番合ったと思うし、なんかすごいやっぱ髪色も高校生なのにやっぱ可愛いし、普通黒髪しかダメじゃん、でもそうやってやっぱおしゃれしてる可愛さとかすごいいろいろこう込みで、あとやっぱクレープ食べてるあの顔とかがすごいタイプで、だからこう一緒にまあ今こうねあのグアム編だけど、まあ次は俺と韓国旅一緒に行ってほしいなと思います。よろしくお願いします。なんで？なんで？なんで？おかしくない？それは。うん、カメラ回ってるからよ、これ大丈夫。これ恥だけど、これ俺流れたらどうするの？じゃあ、告白後インタビューさせて。ありがとうございます。ちょっとカップル成立してよかったなと思います。まあ、成立したんかい、やった。俺はもう邪魔やったよ、もうじゃあ。はい、まあ、オタ君ですか。オタ君は、まあ、ちょっと、まあ、女の子全員に言ってるなっていうのがすごい感じちゃって、やっぱ一途な人が好きなんで、まあ、ちょっとなんか全員に同じこと言ってるみたいなのを女子の間でちょっと話題になってきたのがちょっとオタ君が成立しなかった原因かなっていうのは、はい、ありますね。いや、まあ、全体的に楽しかったっすね。はい、なんかこう初めてだったし、こういうねカメラ回ってる感じのもでもやっぱりこうなんか俺がやっぱモテすぎてたっていうのはやっぱり一つの要因かなと思います。なんかすごいやっぱみんな女子やっぱ緊張してたし俺と喋ってて、でやっぱぶっちゃけ言うとやっぱまあ女の子はやっぱ世の中いくらでもいるっていう考えなので、やっぱりこうなんだろう、まあセンスないなっていう、この俺の魅力に気づけない人だから、まあ今こうねアベマ見てくれてる皆さん、ぜひねあの俺の DM にねもし気になるなっていう子がいたら送ってきてください。なんこれ相当レアです、これは。ね、アベマ放送されたらオタ君結構叩かれてます。いや、そりゃな。ということで、どうなってるでしょう、オタヒカ今日好き劇場。これ思った以上に良かったんじゃん。ヒカルも途中からなんか乗ってきてたしな、なんか知らんけど。はい、ということでね、まあ今日はこういう感じでやってきたんで、ぜひ皆さんね、面白かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、次回また会いましょう。以上、おとと、ひかりでした。バイバーイ。